ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。はい、ということで早速なんですけども、今日は映画のお話でございます。私この映画見てきました。はい、ドン。ノープね、今ねもう一部でめちゃめちゃ話題になって、まあいろいろとね盛り上がっておりますけども、今日はこのノープを見てきて俺めっちゃ興奮したというかめちゃめちゃ感動したんですよ俺。なのでね、今日はねちょっと今回ネタバレ全開で行かせていただきます。でなのでもう見たよという方で見てちょっと意味わからなかったなっていう方も、何が面白いの、面白いと思ってる人たちは何がそんなに面白いのっていう、まあ一つのね、まあ意見というかまあご意見として見ていただければなと思います。でまあもう一つね、俺的に、まあ興奮したっていうところをまあちょっと話していくんですけど、まあその中でまあもしかしてこれってこういうことなのかなっていう、まあ俺なりの考察、っていう部分もまあちょっとお話ししていこうと思いますので、よろしければ最後までお付き合いいただければと思います。っていうかノープってこの映画あれですよねっていう話です。はい、というわけで、早速行ってみたいと思います。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。はい、ノープはあれですよねっていうことなんですけども、そうでは、じゃあそのあれとは何ぞやっていうことなんですけども、こちらノープかの傑作ジョーズですよね。はい、まあもうね、みんなね、いろいろとね、空のジョーズなんてすでに言われておりますけども、じゃあ、俺はね、どんなところがこれノープジョーズだと思ったのかっていうところをちょっとお話ししていきたいと思います。で、その後に俺なりのまあ考察、これこんなメッセージがあるんじゃないのかな、こんなこと描いてんじゃないのかなっていうのをお話ししていきたいと思います。で、まず最初にまあ、俺がね、これジョーズだと思ったところ、まあ、もちろんね、みんな言っているのは、まあその空から襲ってくる、ジョーズっていうのはまあサメ映画で、まあサメ映画の金字塔ですけども、サメがね、まあ最初の前半、映画の前半では姿を見せないんですね。で後半になって、まあ、サメの姿が見えてきて、それはまあ主人公男たち3人が、まあ大苦戦しながらやっつけるっていう、まあ、簡単に言うと雑に言うとそういう話なんですけども、まあ、前半全然姿が見えなくてね、で海で泳いでると下からこうバッとサメに襲われて、ね、食べられちゃうっていう、まあ、そんなところが、まあノープもね、前半全然姿が見えないし、空の中にね、雲の中に隠れて見えない、で、バッと現れては人を食べていくっていう、で最後の方またね、姿を現して、まあ、バンバン主人公たちと対峙していくっていうところが、まあ、空のジョーズなんて言われてると思うんですけども、まあ、俺の中でね、もうジョーズ、空のジョーズどころかもうジョーズだよねっていう風に思ったんです。で、まあ、その辺はどういうところかっていうと、まず、そのキャラクターですね。で、まあ、もう今話したけど物語の展開、それからまあ見せ方、パニックモンスターものとして、モンスターアドベンチャーものとしてのまあ見せ方も非常にまあ上手だったなというところです。あとまあ細かいところで言うと、ジョーズって JAAWS ジョーズ4文字あるけど、ノープもね、NOPE っていうね文字数一緒っていう、あと同じ両方ともユニバーサル映画だっていうところが、まあね、ユニバーサルモンスターだっていうのありますけど、まあまあその細かいところはさておき、まずね、俺主人公キャラクターですね。キャラクターがジョーズって、まずブロディ所長ね、これがまあ主人公ですね。島の警察官で、これ所長、海水浴場の島の所長なのに金槌で泳げないってちょっと冴えない感じの人で、フーパーね。でこのフーパーっていうのは海洋科学者っていう、まあ、その道に精通してるね、ちょっとテクノロジーを使ってサメを退治するっていう、フーパーね、そして3人目が昔敵の漁師で、サメ退治をやっている、もう武骨の男クイーンと、このワイルドの、ね、国で、この3人なんだけど、ノープ主人公 OJ ちょっと冴えないね、お父さんが冒頭で亡くなってしまって、ちょっと商売もね、お父さんのレガシーをちょっと引きずりきれなくて、まあ、その職からもいろいろ立ち直れなくて、ちょっと冴えない感じの青年、僕もこれ完全にブロディーじゃんっていう話で、途中から、参戦してくるジョーズもね、フーパーが途中から参戦してくるんだけど、同じようにその途中から参戦するエンジェル、これがですね、やっぱり、OJ が UFO を取りたいと思って、ただね、自分にはそういう知識がないので、精通しているテクノロジーに精通しているショッピングモールの電化製品売り場で働いているエンジェル、俺はもうこれ完全フーパーじゃんって思った。でさらに、途中から、後半ですね、いよいよ自分たちではどうにもならないと言って、ジョーズも頼るクイントの枠として、俺はこの、アントレス・ホルストというキャラクターね、このカメラマンのね、この人、
このキャラクター完全にクイントじゃんっていうところで、さらにですね、そこの3人が後半ね、あの UFO ね、人食い UFO を倒していくっていうこの展開がもうね、その展開になってからの音楽がまたすごいジョン・ウィリアムスっぽくって、ジョン・ウィリアムスがこうアドベンチャーのスコア書くときとすごい似た感じのこうね、彷彿させる音楽も鳴らしてたりとかして、まあ、その辺の物語の展開性もまあとにかく上手だなと思いました。で、まあ、ただノープの方は主人公4人でね、今ね、あれあの子言ってねえじゃんっていう、そう OJ の妹、じゃあ OJ の妹は上手で言うと誰なのかっていうといないいません。俺はあれは映画違うんだけど、あれはアキラの金田だと思いましたいやそれはね、あの金田のあのバイクのこのスライドギャ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 っていうショットやってますけど、いやもうそれって単純にただのあのこう何演出だけじゃなくて、キャラクターもあの容疑で口ばっかりなんかこうあの何余計なこと口走ったりとかして、なんかヘラ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 しているあのキャラクターそのものがすごい金田っぽいなと思って、金田が上手にいたらみたいな、そういう感じがしたんですけどね。皆さんどうでした？はい、なので俺の中ではすごいその辺が上手だなと思って、まあとにかく感動したんです。でなんで感動まで行ったかっていうと、やっぱりそのジョーズのフォロワーっていくつも作られてるじゃないですか。もうね、ほんと吐いて捨てるどころの騒ぎじゃないほど、まあ40何年間ねもうめちゃめちゃ作られてるわけだけど、まあ、途中途中そのジョーズに追いつけるような名作って出てると思うんですよ。いわゆるその何ですか、姿が見えないモンスターものでね、優れたものって。でその一本として、地底のジョーズと言われたトレマーズ、俺大好きだけどね、あのここに今出しますけど、ガチャガチャでねやりましたけど、俺大好きなんだけど、あれはやっぱり地上のジョーズとしてすごい評価高いですよね。でただね、俺トレマーズってもっと娯楽に振り切ってて、やっぱジョーズってモンスターパニックでもう金字塔って言われてるけど、やっぱねそこにね、それがメッセージは前面に出ないけど、ちゃんとメッセージもあったと思うんですよね。まあ、トレマーズはあんまりそこ裏まで探っててもあんまないなみたいな感じですけど、ジョーズはやっぱりね、市長がさね、町の観光資源でねビジネスが枯渇してしまったら、人々の生活が、町の生活がどうにもなくなってしまって、島の暮らしが成り立たなくなっちゃうよっていう、でも人の命はどうするんだって、一応そういうところが娯楽の、ね、中でも描かれてて、まあ、それはこのコロナ禍になってからも、ね、いわゆるその人の命が優先なのか、それとも社会のね、経済活動が優先なのかっていう、まあ、いろいろ議論があったように、やっぱそういう、まあ、なんかちゃんとしたメッセージがあって、で俺ノープにもそれはあるなと思ったんです。まあ、ちょっとそれ後半で語りますけど、ただそれも全面に説教臭くないっていうのが、このメッセージをねとにかく伝えようとしてるための映画っていうことじゃなくて、あくまで巨大 UFO、 人食い UFO が現れた、さあその時街の人たちはどうするっていうね、それはカメラで戦うのであったってなぬっていうそういう感じが、映画としては基本的に出来上がってるのは、まあ、とにかく感動したのと、やっぱりその上手にね真っ向勝負かけて成功している映画って、俺今のところね俺自身の少ない映画体験の中では今のところないなと思って、ノープはねすごいその辺成功してるんじゃないかなって思えたんですよね、見ながら。そういうところですごい感動して、いやついにジョーズ真っ向勝負挑んでなんか成功しちゃった人出てきたよと思って、ジョーダン・ピールもねやっぱりねインタビューで言ってるんですよね。なんだっけ、やっぱりジョーズじゃ自分がね基本的に作る映画っていうのは自分がね見たことないだけど見てみたい映画を作るんだっていうので、で今回のノープのアイデアとしては、未知との遭遇から始まってジョーズにつながる映画があったら面白いんじゃないかっていうのがアイデアとしてあったんだって。でもまんまですよねノープ。だからなんかそういうところもすごい意図的に作られてるしからこそすごい真っ向勝負感感じたし、それの上でやっぱり俺すごい成功してると思ったんで、本当にそのジョーズ金字塔に真っ向勝負を挑んでちゃんと成功しているモンスターパニックアドベンチャー映画として俺はすごい感動しました。まずそこですね、はい、俺のジョーズとして感動したのはそこです、はい。で次にメッセージですね。でメッセージの部分なんですけど、これねちょっと先に言っときたいんですけど、俺ねそのジョーダン・ピールって映画、俺自身もそうなんだけど、ノープってやっぱそのジョーダン・ピールってやっぱ1作目がゲットアウトでデビューして、長編デビューして、でその後アスで、この2つがやっぱりこう人種問題を取り扱ってたじゃないですか。だからやっぱ3本目もね主人公の人が、まあ、やっぱり俳優さんは黒人さんだし、途中リッキーって出てくるねアジア系の人もスティーブン・ユアンさんね、ウォーキングデッドのグレン人気キャラクターでしたけども、彼がねやっぱりキャスティングされてることで、やっぱそういったまたメッセージ入れ
てくるのかなと思ってたんですけど、俺自身は全然そうじゃねえじゃんと思ったんですよ。でいろんなね考察、まあ、いくつか俺ちょっとビデオでこれ自分で話すために自分のこのなんかこう感覚大事にしたかったんであんまり今読んでないんですけど、なんかさあのすごいそこに無理くりつけてるような気がしたんですよ。いくつかコラム読んだりとかして、なんか人種問題ここがこうだとか、冒頭のねその馬のあれがフィルムが回るのがあれが実は黒人から始まってっていうハリウッドにおける人種問題のなんか苦しい人々のみたいな、いやあるのかもしんないけどそこじゃなくねって思ったんですよ俺この映画のメッセージって。じゃあどんなところかっていうと、俺が思ったのは今回のテーマってカメラですよね。カメラを通じて起きるそのカメラに撮られる側の被写体とそれを見る側、これをホラーであったりとか、あとそのカメラそのものの歴史、ノスタルジックな部分、これって大事だよね、これっていいことだよね、これ素敵だよねみたいな、その両方を俺はジョーダン・ピールはこのノープの中に一応メッセージとしてモチーフとして入ってるんじゃないかなっていうのは俺はねそっちを思いましたね。うん、俺はねそうで、どんな風なところで思ったかっていうと、まずこの人食い UFO の人食い UFO っていう響き超いいよねこれ人食い UFO のその性質として、あの目を合わせるなっていうのがあったじゃないですか。でこう主人公もこうやってやりますよね。目を合わせると食べられちゃうっていうさ、だからそれを使ってトラップをね、その巨大 UFO を罠にかけるためのトラップとか、まあ、最後ねあのバーンって爆発するのもその辺うまく使った、話でしたけど、なんか、ねまあ、そういうなんかね、あの息を止める教師だったら息を止めるとかさ、トレマーズだったら音を立てたらやってくる、音を立てなければとかさ、なんかそういう制約がね登場人物に課せられるすごいよくて、今回は目を見ないっていう、視線を合わせないっていう。で俺あれを見た時に思ったんですよね。やっぱり、今のこのカメラってこの皆さんがね今もしあれでスマホで見ていただいてたら、ついてると思うんですけど、瞳をねカメラで認識する機能ってあると思うんですよ。でこれスマホだけじゃなくて、まあ、ミラーレスとかね一眼レフとか、まあ、とにかく今って瞳をねこうパッと認識して、でそれでピント合わせてキャッチするね、シュートするっていうさ、撮影するっていうカシャって綺麗に撮れるっていう。でこの仕掛けが俺はこの人食い UFO にあったんじゃないかなって思うんですね。だから目を合わせると食われてしまう。でこの食われるっていうことはどういうことかっていうと、撮られて、それで取り込まれてしまうっていう、まあその撮影されてその人が中に取り込まれるっていうのがこの人食い UFO のキャラクターになっていたのかなと。で、じゃあその後それをどういうふうなことを、描いているのかなっていうところで、さっき言った撮られる側で、今の時代ってさ、まあその俺も今自身こうやって撮られて、まあ自分でこれアップロードしてるんだけど、いろんな物事がこうカメラを通じてインターネットに上げられて、でそれでまあいいか悪いかとか、いろんな右往左往をね人類がたくさん世界中でしてるじゃないですか。でそういうことって、まあ、多分ねっていうか、これ確実に、まあ、よく言われてることだけど、今人類がおそらく歴史上最もカメラを持っている時代なんですよね。誰も彼もがカメラを持っている。で誰もカメラ彼もがカメラで撮影したもので自分で発信ができる時代で、この発信してされたものっていうのはそこでみんながあのこうの言って消費されていくわけですよね。でそれが俺は今回まず目を合わせる、目を合わせたら食べられる、で食べられたら吸い込まれるっていうね、これが、目を承認して、カメラが目が承認して、でキャッチして、でインターネット SNS にアップロードするっていう、ここのねヒューってで、あれ吸い上げられてくるのって俺ネット上にアップされているっていうことでもあるのかなっていう、なんかあえて見るなら、あえてねそういうメッセージ的な部分をキャッチするならそういうところなのかなって思ったんですよ俺はね。うん、みんなどうですか。だからなんか、そういう部分でそのジョーズのもうジョーズにはあったテーマ性っていうのは、まあ、ジョーズはそこのテーマ性は共通しないけど、ちゃんとテーマ性というかそういうものもあるんじゃないかなと。でさらに、カメラね、それをカメラにしたっていうところで、一番最初の冒頭にあのなんだ馬のねそのお話するじゃないですか、その、映画の歴史っていうのはこうなんですっていう、うちの家系はっていう OJ の家系の説明がありますけど、でやっぱりあそこからそのカメラで捉えていく歴史で、そこからまあフィルムからデジタルになって、で今はまあその両方を使うようなハイブリッドな時代フィルムでね、このノープ自体も IMAX フィルムと、あと赤外線のね、カメラで、それを廃盤になっちゃった 3D のねリグ、まあ、機材にね乗せて同時再生することで、この夜のね動向が慣れてきたようなその
草原だったりとか山のね、ああいう月明かりの投稿が慣れてきた時の何とも言えない感じ、それを表現できたって言ってましたけど、だからそういうところのカメラのなんか持つノスタルジックだったり歴史っていうのもモチーフになってるような気がしました。だから武骨なね、まあみんなとにかくカメラを使ってあの UFO をキャッチしようとする、倒そうとするというか、で、あのこのねコロコロコロっていうあの武骨な彼、クイント、ノープ版のクイント、ノープクイントはさ、こうやってずっと撮ってるじゃないですか、あれフィルムですよね、あの人ね、もう本当にクイントって感じでさ、一人で映ってる時にはさ、こうやってなんかこう酒飲みながらさ、フィルムをこうクリ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 しながらね、あの昔ながらの編集なんかしてたりとかして、あのそもそもこのちょっと話戻りますけど、ジョーズのところで感動したのが、あのこの人食い UFO のやっつけ方まで一緒だったっていう、食っちゃいけないものを食わして、あの爆発させて殺すっていうさ、全くそこもジョーズと一緒っていうね、まあ、それもすごいいいなと思ったんですけど、そうで、だからなんかその辺がうまいことできてるなって思ったんです。で、あと、いろいろなんかちらほらまあ見てはいたんですけど、 SNS の声とかでみんなまあすごいジョーズと、やっぱねジョーズ感じた人たちはすげえ絶賛してるんだけど、ただみんなね結構口を揃えて言ってる方多いのが、あのじゃあチンパンジーのくだり何っていう、あのくだりいらなくねっていう話、もしくはあのくだりの方が面白いって言ってる人たちもいて、まあまあまあそれはね、さておきながら、俺ね、まあ、あの最初あのじゃあチンパンジーのくだり何だったのかなと思うんですよね。でそこでちょっとね、そこだけの俺ね調べたんですけど、少しだけ、そしたらちょっとね面白いね考察してる方が YouTube でいらっしゃって、ちょっとね概要欄に後で、見つけたら貼っときますんで、よかったら見てみてください。あれもやっぱりカメラでねずっと照らあの映され続けて、そこでまああのチンパンジーが暴発して、ねストレスから耐えかねて暴発して、出演者とか、まあ、観客とか、ね、スタッフとかを襲ったっていう、そういう事件だったんですけど、まあ、あの事件自体そもそも、アメリカで2009年10年ぐらいでしたっけ、実際に起きた事故なんですよね。チンパンジー、飼ってたチンパンジーが、まあ、人を襲って、襲われた人の、まあ、顔むしりちぎって、もう手もぐちゃぐちゃで、まあ本当にひどい事故でね、その方がね顔をほとんど失ってしまって、まあ免疫職を、ね、してっていう、でオープラの、ね、番組実際に、ね、出て、インタビューされてですね、あのこの OJ 兄弟がさ、出たいって言ってたオプラもね、まさにあの番組に出てその方インタビューされてたりとかして、その時のね姿も本当にこの映画で出てきた人と同じようにこうね薄いケープでかぶってる、車椅子に乗られてる方でね、まあ、その辺は本当に元のね事象として引用されてるんだなっていうのはよくわかるんですけど、じゃあ、まあ、あのシーンは意味は何なんだっていうところなんですけど、あのリッキーというね、まあ、子役のねアジア人の少年がいましたよね。あれ普通だったらそもそもトラウマになるはずなんですよね。で大人になったリッキーは何してるかっていうと、あの人あそこでそもそも農場であのところでね、なんで UFO にさらわれるショーをねやっているんだっていう、お前何してんだっていう話じゃないですか、あの過去とね現在で。しかもあの人の部屋にはなんかその時の事件の出た番組のなんかこうコレクション部屋みたいなのもあって、普通子供の時にあんな目の前で人が殺されたり、それこそただねあれするんじゃなくて動物に襲われてぐちゃぐちゃにされてさ、で最後自分のところに持ってきてっていう、あんな体験したらトラウマでむしろフラッシュバックでね、まともな日常を送れなくなるはずなのに、あの人コレクションしてるんですよね。つまりそれはそのね、考察してる方も言ってたんですけど、あのリッキーっていう男は実はめちゃめちゃあれが体験としてすごい最高で、ずっとあれをすごい今でも大人になった今でもあれを追い求めてるからあんなショーをやってるんじゃないかっていう考察があって、それでなるほどって思ったんですよね俺も。やっぱりそこはだから途中思い出して してるじゃないですか。で思い出してる時もそうだし、いざねあの人食い UFO に食われる瞬間もおののいたりとか嫌なことを思い出してはぁはぁとかなってるわけじゃないんですよね。すげえうっとりしてるんですよ、ポケアーみたいな、スティーブ・ニューポケアーみたいな感じですね、眺めてるんですよね。あれだからね、多分ね、ほんとうっとりしちゃってるんだと思うんですよね。だから彼にとってあの体験って、やっぱりその、恐怖ギリギリで、彼は死ななかったし、怪我もしなかったんですよね。で、ね、チンパンジーがね、テーブルのこのクロスの下に隠れてるところに手をスーッとこうさ、こうスーッとね、グータッチしようとして入れてくる直前にチンパンジーが撃たれてしまうっていう、あれはなんともね、言えない気持ちになりますけども、グータッチするところで、寸前のところで彼は救われたっていうのが、すごい彼にとっての恐怖のエンターテインメントとして成立しちゃったんじゃないかっていうね、あの瞬間。だから、その恐怖の、なんかこう、人間が恐怖をギリギリのところでエンターテインメントにしている、そのジョーダン・ピールが得意とするホラー映画っていうこともそうなんだけど、なんか人間のね、そういうなんかこう、おぞましい部分っていうか、なんかそれをね、
最も今実現しているそのツールっていうのが、人間のその道具っていうのがやっぱりカメラなんじゃないかと。だから俺は今回メッセージというかね、やっぱり強いモチーフがあるとすればカメラ、これなんじゃないかなという気がしました。なのでチンパンジーの部分のシークエンスも、そのね、テーブルのこっち側にいてギリギリのところで怖いっていうところででも救われるっていう、でこっちは傍観してる側、何もない、怪我もない、死ぬこともない、命が、まあ、ギリギリのところで助かる、で向こう側はもうね、凄惨な事件事故が起きているっていうさ、なんか一番最初だから冒頭にチンパンジーのところが始まるじゃないですか。でチンパンジーがこっちグーッと見て、グーッと、ね、カメラが寄ってってバッツって変わるでしょ。グーって、あの時って俺たち側なんですよ、ね、怖いなっていうもの、何っていう、まあ、SNS とか、まあ、こういう YouTube とかね、ネットとか、まあ、とにかくカメラを通じて怖いものを見てるけど、こっち側は安全みたいな、そういうエンターテインメントそのものがモチーフになってるんじゃないのかなっていう気がしました。そのためのあのシークエンスだから、俺はね全然別物じゃなくて、それと今回のその起きているこの UFO 退治の、人食い UFO 退治の話っていうのは、そのカメラっていうモチーフで一つ一個になってて、ノープっていう映画に収まってる。多分その辺をね、ちゃんとなんか、まあ、うまいこと言ってるのかどうか分かんないけど、入れ込むためにいちいちチャプター名っていうかね、タイトルが出るじゃないですか、一回一回、なんかそういうね仕掛けをジョーダン・ピールは今回映画の中に入れたんじゃないかなっていう気がしました。はい、というわけで、ちょっとねバタバタバタっとお話ししましたけども、俺のノープ最高だったっていうところは、まあ、以上のところ含めて本当めちゃめちゃ最高っていう、まあ、基本的にはもうこうね、ジョーズから始まるこの手のもので、まあ、久々っていうかマジの傑作出てきたっていうところで感動しました。マジでね、本当俺見ながらなんか一人でねよくわからんところで泣きそうになってましたね。はい、いやね、でも本当映画に対する、まあ、いろんな今ねこの考察される、まあ、それ自体は楽しいと思うし、映画なんて人それぞれね楽しみ方いろいろあってもいいと思うし、人それぞれ好き好きだと思うんですけど、ただなんかこうジョーダン・ピールのその考察しててなんか今回うまくいってないんじゃないとか、ね、人種問題がここにあるあそこにあるっつって、みんなちょっとそっちに行き過ぎちゃって、映画そのもの楽しめてないなっていうのも結構ちらほら感想なんか見たりとかして、いやそうじゃないじゃんっていう、別に映画ってさ感じるものでなんかこう起承転結がそれこそなくても面白い映画って俺はあると思ってるんですね。でなんかそのジョーダン・ピールはやっぱり一作目でゲットアウトであれだけ強烈なね脚本で、まあ、アカデミー賞で脚本賞を取るぐらい、その人種問題をテーマにしたことでバッて言っちゃった人だったんで、まあ俺今回思い出したのは M. Night Shyamalan。 シャマランもさ、シックスセンスっていう映画でね、まあ、まだ見てない方いたらあれなんで一応ネタバレ避けますけど、まあ、映画のいわゆるまあすごいどんでん返しというか、ウェーッというびっくりな仕掛けがね映画の中にあって、それ以降ね、もうシャマランの作る映画っていうのは毎回もう宣伝から見るお客さんが毎回そこに期待して、今度はどんなどんでん返しがあるんだ、今度はどうなんだ、実はこう見せといてこうなんじゃないかって、いや結局それだったのあんま期待したほど面白くないなみたいな。でもシャマランが作りたかったことってそっちじゃないじゃんこの映画っていうのは、俺は結構毎回何作かね見てたりとかしてて思うんですよ。どっちかというと俺はシャマランの魅力っていうのは、なんかとにかくこう怖そうな絵、なんかありそうだなって思わせる絵の素晴らしさ、展開の素晴らしさ、うん、で別になんかありそうだなって思ってそこでゾワゾワするって、別にそこになんかなくてもいいのよね、なんかありそうなところめっちゃ、そのなんかありそう怖怖怖怖っていうのが超一級だったらいいじゃん。俺は M. シャマランはそこの超一級な映画作家だと思っていて、だからなんかそのほら怖い夢とかさ、本当に昼間とか嫌な夢とか縁起でもないような夢見ちゃったりするとさ、どうしようもないなんかこうドキドキとか止まんないじゃない、なんかやだなーみたいな、でもなんかさして落ちないじゃない、人に話して今日怖い夢見たんだけどつって、いや落ちはないんだけどさみたいな話すと、えそれで落ちはって言われちゃうじゃない。だそういう風に落ちはなくてももう感じを感じたことがすごいマックスにさ行く、アベレージがビンビンになる映画ってあると思うんですよね。だからなんか何もかもがない、最近なんか考察これはこういう、まあいろいろねデリケートな時代だから、なんかそういうエンターテインメントもそういうとこ無視できなくって、そうなってる部分もたくさんあると思うし、やっぱそれを大事にしている作品もあると思うんだけど、なんかそっちばっかりでね、なんか見てしまうと楽しめないんじゃないかなっていうのが、ちょっと見ててもったいないなと思うこの頃でございます。もちろんノープもそんな風にちょっと俺はね SNS とか、まあ、ネットの感想を徘徊してて思いました。まあ、あん
んまりちゃんと見てないんでね、俺の誤解もあるかもしれない、うん、さあということでですね、まあ、この辺に終わりにしたいと思います、もうまた長くなっちゃったけど最後までお付き合いいただいてありがとうございました、このビデオ面白かったよという方はグッドボタン、そして、チャンネル登録なんかもしていただけたら嬉しいです、まあ、プレイリストね、いろんなビデオ作ってるんでよかったらそちらも見てください。ではまた次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ。